黒姫オ葵は、馬の鈴草オ葵族の常緑の多年層。別名、首アオ葵。根茎は、やや長く、地上を匍匐する。茎先から出る傭兵は、長さ9から18センチメートルになり、暗褐色、または緑色で、毛はない。葉は卵形、または卵状三角形で、長さ7から13センチメートル、幅5から9センチメートルになり、 先端はやや尖り、基部は心形になる。葉の表面は明るい緑色で光沢があり、普通は、雲紋状のブチはなく、裏面は単緑色で、両面とも毛はない。下記は雪が消え始まる3から4月。茎先に長さ1から4センチメートルの花柄をつけ、暗褐色、または緑褐色の花を1個つける。花に花びらはなく、ガクレペンが花弁状になる。 学灯は、基部がいくらか膨らんだ、細長い筒状で、長さ7から11ミリメートル、計8から12ミリメートルになり、学灯上部がやや狭まるがくびれることはない。学灯入り口は極端に狭く、計4ミリメートル以下で、口管が発達する。学灯内壁には、著しく複雑な格子状に、隆起したひだがあり、16から24個の縦ひだがある。 学列編は三角状乱形で、長さ及び、基部の幅ともに8から14ミリメートルになり、普通車上し、表面は滑らかである。湯水は12個あり、内外2輪につき、花糸は長さ2から3.5ミ、mm、リメートルになる。下中は6個ある。日本固有種。本州の日本海側、新潟県西部の上越地方から、富山県東部に分布し、 低産地の落葉紅葉樹林の林下に生育する。和名、黒姫館葵は、黒姫館葵の胃で、発見地が、新潟県糸井川市の黒姫山であることから、また、別名の首ビキ館葵は、首ビキ館葵の胃で、首ビ地方の山で多く見られることからついた。新潟県西部から、富山県東部には、腰の館葵に、類似の黒姫館葵ヘテラトラッパヨシカワイ F。 メイク、エクスウの、ナム、ヌードが知られていたが、正式な記載はされていなかった。菅原隆氏は、新潟県と林県に分布する腰のカンアオイ雪国カンアオイとの花の形態、染色体の比較研究を進め、これら2種の分類学的位置づけと関連について、明らかにした。その結果、本種を、独立した種、黒姫カンアオイ 学名やサラム吉川へシュ語として命名記載した。ありがとうございます。